松本潤が手越しについて、俺も手越しについて僕はない。いいですと。もうちょっと価値観共有したいと。中井は松本ってモテると。まあ、松本は、モテないと返答して。お前がモテなかったら世の中の男子どうするんだよと。俺はモテるぞと。仲がいいって言うと、まあまあモテるでしょうね、そう思いますみたいな。で、まあ、こんな感じなんですけどね。手越しは見てみろと。うん。言ってるんですけどね。うん。モテるモテないで言ったら松本はモテるんだろうけれど、松本はその、大人まで飲んでるのがいい、楽しい。うん。っていうのはね、いわゆるね、うん。これはね、うん。なんていうかね、結局、松本は、めちゃめちゃ女好きなんですよ、これ。うん、なんでかっていうと、友達といる男が好きなんですね。うん、なんでかというと、要するに女性といると心配しちゃうから、で男友達が多いやつが好きなんですよ。だからそれもキーさんに、うん、言えてるので、こいつは、めちゃめちゃ、好きこましということが、言えますね。松本潤が手越しについて、俺は手越しについて僕はない。いいですと。もうちょっと価値観共有したいと。中井は松本ってモテると言うと、まあ、松本は、モテないと返答して、お前がモテなかったら世の中の男子どうするんだよと。俺はモテるぞと。中井がいいって言うと、まあまあモテるでしょうね、そう思いますみたいな。で、まあ、こんな感じなんですけどね。手越しは見てみろと。うん。言ってるんですけどね。うん。まあ、モテるモテないで言ったら松本はモテるんだろうけれど、松本はその、大人まで飲んでるのがいい、楽しい。うん。っていうのはね、いわゆるね、うん。これはね、うん。なんていうかね、結局、松本は、めちゃめちゃ女好きなんですよ、これ。うん、なんでかっていうと、女って、男友達といる男が好きなんですね。うん、なんでかっていうと、要するに女性といると心配しちゃうから、で、男友達が多いやつが好きなんですよ。だからそれもキーさんに、うん、言えてるので、こいつは、めちゃめちゃ、好きこましということが、言えますね。松本潤が手越しについて、俺は手越しについて僕はない。いいですと。もうちょっと価値観共有したいと。中井は松本ってモテると言うと、まあ、松本は、モテないと返答して、お前がモテなかったら世の中の男子どうするんだよと。俺はモテるぞと。中井がいいって言うと、まあまあモテるでしょうね、そう思いますみたいな。で、まあ、こんな感じなんですけどね。手越しは見てみろと。うん。言ってるんですけどね。うん。まあ、モテるモテないで言ったら松本はモテるんだろうけれど、松本はその、大人まで飲んでるのがいい、楽しい。うん。っていうのはね、いわゆるね、うん。これはね、うん。なんていうかね、結局、松本は、めちゃめちゃ女好きなんですよ、これ。なんでかっていうと、女って、男友達といる男が好きなんですね。なんでかっていうと、要するに女性といると心配しちゃうから、で男友達が多いやつが好きなんですよ。だからそれもキーさんに、うん、言えてるので、こいつは、めちゃめちゃ、好きこましということが、言えますね。松本潤が手越しについて、俺は手越しについて僕はない。いいですと。もうちょっと価値観共有したいと。
中井は松本ってモテると言うと、まあ松本は、モテないと返答して、お前がモテなかったら世の中の男子どうするんだよと、俺はモテるぞと、中井がいいって言うと、まあまあモテるでしょうね、そう思いますみたいな。でまあ、こんな感じなんですけどね。手越しは見てみろと。うん。言ってんすけどね。うん。まあ、モテるモテないで言ったら松本はモテるんだろうけれど、松本はその、男の前で飲んでるのがいい、楽しい。うん。っていうのはね、いわゆるね、うん。これはね、うん。なんていうかね、結局、松本は、めちゃめちゃ女好きなんですよ、これ。うん、なんでかっていうと、女って、男友達といる男が好きなんですね。うん、なんでかっていうと、要するに女性といると心配しちゃうから、で男友達が多いやつが好きなんですよ。だからそれもキーさんに、うん、言えてるので、こいつは、めちゃめちゃ、好きこましということが、言えますね。松本潤が手越しについて、俺が手越しについて僕はない。いいですと。もうちょっと価値観共有したいと。中井は松本ってモテると言うと、まあ松本は、モテないと返答して、お前がモテなかったら世の中の男子どうするんだよと、俺はモテるぞと。中井がいいって言うと、まあまあモテるでしょうね、そう思いますみたいな。でまあ、こんな感じなんですけどね。手越しは見てみろと。うん。言ってんすけどね。うん。まあ、モテるモテないで言ったら松本はモテるんだろうけれど、松本はその、男の前で飲んでるのがいい、楽しい。うん。っていうのはね、いわゆるね、うん。これはね、うん。なんていうかね、結局、松本は、めちゃめちゃ女好きなんですよ、これ。うん、なんでかっていうと、女って、男友達といる男が好きなんですね。うん、なんでかっていうと、要するに女性といると心配しちゃうから、で男友達が多いやつが好きなんですよ。だからそれもキーさんに、うん、言えてるので、こいつは、めちゃめちゃ、好きこましということが、言えますね。松本潤が手越しについて、俺が手越しについて僕はない。いいですと。もうちょっと価値観共有したいと。中井は松本ってモテると言うと、まあ松本は、モテないと返答して、お前がモテなかったら世の中の男子どうするんだよと、俺はモテるぞと。中井がいいって言うと、まあまあモテるでしょうね、そう思いますみたいな。でまあ、こんな感じなんですけどね。手越しは見てみろと。うん。言ってんすけどね。うん。まあ、モテるモテないで言ったら松本はモテるんだろうけれど、松本はその、男の前で飲んでるのがいい、楽しい。うん。っていうのはね、いわゆるね、うん。これはね、うん。なんていうかね、結局、松本は、めちゃめちゃ女好きなんですよ、これ。うん、なんでかっていうと、女って、男友達といる男が好きなんですね。うん、なんでかっていうと、要するに女性といると心配しちゃうから、で男友達が多いやつが好きなんですよ。だからそれもキーさんに、うん、言えてるので、こいつは、めちゃめちゃ、好きこましということが、言えますね。